はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。皆さん、道を歩いたり、例えば車で走ったりとかしてると、いろんなね、まあ看板とか、あと道路標識ってあるじゃないですか。で、大概はね、その道路標識見ても意味を理解できるものばっかりですが、たまにね、ん?っていう、ん?って思うような道路標識とか見たことないですか?今回はね、タモリさんに関連する心霊体験談なんですが、この道路標識がメインとなりますので、聞いてください。タモリさんが昔、なんかの番組かなんかで言ってたんですが、青山墓地のすぐそばの、何の変哲もない路地に、びっくりマークってあるじゃないですか。びっくりマークの看板が立っているんだそうです。今はどうかわかんないけど。で、そこはね、地元ではね、知る人ぞ知る相当やばい場所として、まあ有名らしくて、で、その話が、まあ友人伝いにタモリさんの耳にも入ったわけ。で、その友達っていうのが、霊とか全然信じてない、そんな人でして、で、試しにそこ通ってみようと思ったんだそうですよ。で、そしてある日ね、自転車でその路地に実際行きました。で、いざ入ってみるとね、全然何の変哲もない普通の路地だったわけ。で、大したことないなーとかって最初のうちは思ってたんですよ。思ってたんですが、ある瞬間からいきなりね、なんかね、後ろにズンってなんか重いものが乗っかったような、そんな感覚だったんだそうです。途中からね、で、走りながらだから、後ろ振り返ることもなかなかできずに、しかも坂道だったからね。そうやってね、俺なんだろうとかって、思いながら坂を下ってると、今度は耳元に、息みたいのが、人が吹きかけるような息みたいのが、ふってかかった感覚があったんだそうです。で、そのままね、後ろ振り返れずにいると、今度は男の太い声で、急げ、急げって声が聞こえてくるんだそうです。もう怖くなったその友達は自転車を飛ばして、あっという間に、まあ、坂道を下りました。でも、後ろは相変わらず重いまま。で、怖くて後ろも振り返れないわけですよ。で、気づくと自転車も相当なスピードが出てまして、まあ、坂道下ってきたんだからね、ひたすら、しかも急いで、怖いから。で、このままだとその十字路までそのまま行っちゃう。そうするとひたすら車が出てきて衝突する可能性もある。やばいやばいって、やばいやばい、このままじゃやばい、どうしようどうしようと思いながら、もうこれ転んでも仕方ないから、もうやるしかないって言ってガーって急ブレーキかけて、で、その場で転ぶのも覚悟で、バランス崩すのも覚悟で、後ろになんか乗ってるような気配がして仕方ないから、ブレーキかけたと同時に肘をギャンって後ろに向けて食らわしたんだそうです。そしたらね、その瞬間にふっと自転車が軽くなったんだそうです。これやっぱり誰かが乗っていたんでしょうかね。ただ彼自身怖くて後ろを振り返れなかった。坂道でもあったし、走ってる時だったし。でも確実に何かがズンと後ろに乗ったっていう感覚はあったし、息を吹きかけられた。それに声まで聞こえた。これ何だったんだろうね。ところでね、びっくりマークの標識なんですが、これね、どんな意味表してるかっていうと、その他の危険っていう意味なんだそうです。よく、黄色い下地の看板に黒いマークで何かが書かれてある標識っていうのは、警戒標識とか警告標識なんて呼ばれてまして、例えば十字が書いてると、この先に十字路ありとか、あと何かの動物が書いてると
まあ、クマに注意であったり、タヌキとかが出てくるよっていうそういう動物に注意であったりとか、あと歩幅検証など、そういったね、あの行く先にあの危険とか注意する事柄がある場合が、まあ、あのその黄色い標識に黒いので何かしら書かれているっていうんだけど、あのこれらの今言った事項に当てはまらない場合っていうのが、そのびっくりマークが使われるわけなんですよ。でもどんなそのなんつうんだ危険があるのか明記されていないことから、これね、いつしか幽霊の目撃例が頻発するようなところ、または意味不明の事故が起きるところなどに、その、まあ、びっくりマークの標識が立てられているっていう話がね、あの、広がったんですよ。これ正式なさ、その見解みたいのを得られていないから、これが本当かどうか、あくまでも都市伝説の域を出ない事柄でもあるんだけれども、確かにそういうびっくりマークってそんなそこら中にあるわけでもない、うん、でもたまにあったりすると、だいたいその場所にはあの心霊現象とか事故が多発するとか、見通しがいいのになぜかそこでばっかり事故が起きるとか、そういったね、曰くが必ずついています。